エブリワン、トロント。こんにちは、はじめまして、ヨシです。トロントにある美味しいレストランを紹介していく、この企画、記念すべき第1回目。今日は、ヘイヌードルさんに来ています。では、アポイントメントとか取ってなかったんですけど、早速、入っていきましょう。ちょっとこれ、なんか、年季が入ってますね。いやでもね、年季が入ってるんですよね。まだ半年ぐらいしか経ってないと思うんですよね。でもね。このお店は、ですね、シチュワンスタイル。日本語で言うと四川風のお店なんですよね。で、知ってる人もいるかもしれないんですけれども、中国のラーメンって日本のラーメンとすごく違ってて、材料が違ったり、なんかスープが日本の人からするとだいぶ違うなって感じなんですけど、ここのラーメンは日本のラーメンにすごく近いんですよね。だから日本の人にもすごくおすすめです。ここのお店、ちょっと最初来る人混乱するかもしれないので、ちょっと説明しますか。で、まあ見て、ここを見てもらうと分かるんですけど、ステップ1、まず何これ、調子プロテイン、元になる、ベースを選ぶ。で、ステップ2で麺の硬さを選ぶ。ステップ4で、なんすかね、これは辛さのレベルが選べるんですよ。このマーラーだとかラードって2種類あるんですけど、1つが普通の唐辛子の辛さ、もう1つがラ・マーって言ってしびれるような辛さ、山椒のあれですね、山椒のあれの辛さ。これを、これ正直な話、僕は初めての人はレギュラーかノンスパイシーを選んだ方がいいと思います。じゃないと何が起こるかっていうと、次の日トイレ行ったりお腹が痛くなって、でもトイレで大変なことになります。 I'm talking about the spicy ね。はい、来ました。日本語で、日本語の方が緊張するな。はい、来ました。こんな感じですね。もう見た感じ、見たまんま、もうすでに辛い、もうすでにちょっと汗をかいてます、ね、正直。はい、これパクチーにピーナッツに、これが何ですかね、牛の牛すじを煮込んだやつですかね。じゃあいただいていきます。まずはスープから。はい、でもうまい。普通にうまい。麺なんですけど、言うの忘れてたんですけど、めっちゃ柔らかいんですよ、ここ。なんで、日本人の人からすると、めちゃめちゃ柔らかいから、固めをできるな、一番硬い麺、チョイスできるんで。選択できるんで、一番硬い麺にしてください。いただきます。では、うまい。 Okay, so I guess it's mine. Yeah, sure. Okay. Although Takashi already started to eat, so. Oh, okay. Yeah, I did.I never tried that one. How's the taste? Is that 日本のチャーシューと同じ感じ？ちょっと違いますね。本当の韓国の。なんて言うんだろう。漢方みたいな。そうですね。漢方みたいな味するんで、嫌いな人は嫌いかもね。Oh, yeah, sure. Re. What did you think? Yeah, sure.By the way, you guys can't be real actually. Oh, you,
やー美味しいけど辛い、そんな味でした。スープも全部飲みたいくらいなんですけど、これ飲んだら次の日えらいことになっちゃうんで、ちょっとこの辺にしておきましょう。もうすでに見てわかるんです、すごい汗がめちゃめちゃ辛いです。でも美味しいです。冬にはぴったしのペンヌードルです。ぜひ試してみてください。ではありがとうございました。またまたどこかで会いましょう。ごちそうさまでした。